ヨジップ・ドルミッチは、スイス・ラヒエン出身のサッカー選手。HNK リエカ所属。スイス代表。ポジションは FW。両親は、クロアチア出身。また、実刑に主に、スイスで活躍したイゴールド・ドルミッチがいる。スイスの FC ジューリッヒのユース出身で、すぐにリザーブチームで、出場機会を得る。2010年2月6日のヌーシャテルザマックス戦で、 途中出場し、トップチームデビュー。2012年2月4日の FC ルツェルン戦で、初ゴールを決めた。2012から13シーズンは、リーグ戦で31試合13得点、カップ戦を含めると19得点を挙げる活躍を、見せる。2013年7月、毎シーズンの活躍に目をつけた1、FC ニュルンベルクに4年契約で加入。 8月18日のヘルタ・ベルリン戦で、初ゴールを記録すると、その後も不調に苦しむチームの中で得点を量産。移籍1年目で2桁得点を記録する。なお、ニュルンベルクで2桁得点を達成したのは2009から10シーズン。同じく、スイス代表のアルベルト・ブニャクが12得点を挙げて、以来4年ぶりのことであった。ニュルンベルクの降格に伴い、 2014年5月12日に、バイエルレバー空前に移籍することが発表された。2015年6月17日、ボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍した。8月10日、DFB ポカール1回戦の FC ザンクト・パウリとの試合で移籍後公式戦初出場を果たし、5日後の0から4と大敗したボルシア・ドルトムント戦でリーグデビュー。移籍後初ゴールは、 11月28日の TSG、ホフェンハイム戦。しかし、シーズンを通しての得点はこれのみであった。ハンブルガー2016年2月1日、出場機会を得るために、ハンブルガー SV に、シーズン終了まで、レンタル移籍をした。2月27日、FC インゴルシュタットとの試合で、初得点を記録したが、その後、 膝関節の怪我を追い残りの試合を棒に振った。2019年6月24日、ノリッチシティ FC に移籍することが発表された。HNK リエカ2021年2月5日、HNK リエカにシーズン終了までのレンタルで移籍した。2021年7月6日、HNK リエカに再びレンタル移籍した。スイス代表として各年代でプレーし、 2012年ロンドンオリンピックのメンバーにも選ばれた。2012年9月11日、アルバニア代表戦で A 代表初出場を記録。2014年3月6日のクロアチア代表戦で初ゴールを含む2得点を挙げた。ヨジップ・ドルミッチ・ソカーウェイによる個人成績。ありがとうございます。